ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間。大人のチョコミントのパッケージが出来上がったということで、その撮影を今あちらのスタジオでやっているところです。今日は撮影、私呼ばれてないんですけど、ちょっと勝手に来ちゃいました。それでは入ってみましょう。ガツガツしてもらえたから、バージョンで、ここがミントバージョンもあったけど、アフナが効いてるよね、うん、このチェリーは入ってないけど、このチェリーとあった、かわいい、めちゃくちゃかわいい、うん、これバレンタインにもらったらめちゃくちゃ嬉しいですか。どうでしょう。あ、すごい綺麗。どうやって立つと思っている。いいよってね。今からラジオ収録です。前回のはカメラ目線で撮ってたら、入ってるね、中が入ってる。すごいなぁ、めっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。重みが、ね、缶捨てられなくないですか。いらないですね。確かに飲んだ後の缶捨てたくない。そうなんですよ。シャッとかされたら嫌ですね。悲しいですよ。悲しいいよいよ待ちに待ったものが届きました。ちょっと待ってて。届きますよ。予約していただいた方、楽しみにしていてください。じゃあまずは、そうだな、お先に乾杯だな、ね、お先にちょっと味を伝えようかな。乾杯しましょう、乾杯しましょう。大人のチョコミントを飲むときにはグラスを準備しましょう。香りをね、もう思いっきり楽しんでいただきたい。じゃあ開けちゃいますよ。いやー、まあ美味しいとなりと飲むのはね、またなんか感覚が違う商品になったんだな。いきます。はい、真っ黒だよ、香り。あ、この香りも伝わればいいのに。めっちゃいい香りする。もうチョコレートそのものの香りがする。かわいいビールだな。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。美味しいのかしら。本当に濃厚なチョコレートの味、甘い、甘くて美味しい。でももったりしてるわけではなく、なんかね、ちゃんとね、黒ビールとしての味わいもあるんですよ。ベースは黒ビールなので、そういった味わいもあります。私ね、黒ビールって
結構重たいようなイメージも持ってる方いらっしゃると思うんですけど、全然重くない、重くないの、これ重くないんですよ。ミントが効いてるんです。これね、こう飲んだ後にね、スーッとスーッとする爽やかなミントの味わいが、これがやっぱ味噌ですね。通常のチョコレートスタウトとはまた一味違う、このチョコミントっていうところがね、やっぱり特徴的で美味しいな。あー、これね、キャッチコピーにね、集まれチョコミント、甘くてスースーする新感覚のお酒っていうキャッチコピーをつけさせてもらったんですけど、チョコミントって政党の党ね、チョコミントってチョコミント好きのことなんですけども、チョコミント好きだけじゃなくて黒ビール好きも絶対好きだと思う。私は黒ビールもチョコミントもどっちも好きだから、もう本当に大好きな味です。もう一瞬で飲み終わっちゃう。でもちっちゃいグラスだったらね、まだあと一杯分。アイスをグラスに、あ、どっちからでもいい、ビール注いで浮かべてもいいし、注ぐわけですよ。あー、美味しそう。これこれこれ、はい、はい、不思議なものが出来上がりました。私のおすすめはバニラアイスですね。チョコミントとか浮かべてもいいんですけど、そうするとビールのチョコミント感がちょっと分かんなくなっちゃうので、どっちのチョコミントか分かんなくなっちゃうので、私はおすすめはバニラアイスで試してほしいですね。でね、不思議なことにビール注ぐとビールとアイスが混ざり合って泡がすごいモコモコになるんです。泡を食べる感覚ですよね。じゃあいただきます。うん、これこれこれ、これが、うん、第二の味わい方。はあ、おいしい。ああ、ああ、最高。もう今日何本飲んじゃうか分かんない。早く早く、みんなの感想が聞きたい。あー、ということで大人のチョコミントが出来上がるまで、そしてちゃんとね、パッケージになって商品になって私の手元に届くまでをお届けしてきました。本当に嬉しい、そして美味しい。皆さんのコメントも早く聞きたいです。今回も本当に最後まで見届けていただいてありがとうございました。そしてたくさんのご予約、本当に本当に感謝しております。まだ予約できていないという方はぜひですね、予約ちょっとストップしちゃってるんですけど、在庫はまだありますので、再販をお待ちいただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。本当にありがとうございました。この動画が気に入ったよという方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして、高評価とコメントもお待ちしております。でまた次回からはおそらく通常回に戻ると思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。